36人が犠牲となった京都アニメーション放火殺人事件の裁判で京アニの社長は被告が主張するアイデアの登用を否定し思い込んでこんな事件が起きたのは団長の思いと語りました。 共和2の八田秀明社長は殺人などの罪に問われている青葉真嗣被告の小説のアイデアを盗用されたとの主張に対して人様のアイデアを盗む会社ではないと否定し被告の思い込みでこんな事件が起きたのは団長の思いだと述べましたまた青葉被告が京アニの小説コンクールに応募した作品について問われるとあらすじのみを読んで判断する一時審査で落選したと答えました 何ものの人のが集まっってててをしいそして根底に起こしていきますからその気まぐれにそんなことができるような仕事ではない内心不安ではあるんですけれども正々堂々とした判決が出るものと信じております。